目標アップルを喪失中。やつらが動いたぞ。して押し返せ。軍曹、それで命令は。看護兵を見つけたぞ。敵の看護兵がいたぞ。目標アップルを喪失。おい、敵に目標を奪われたぞ。守り取っ、弾薬を受け取れ。目標アップルを確保。誰か構わないか。大丈夫だろ、俺に任せろ。手に入れるぞ。目標アップルを喪失。看護兵がいるぞ。敵戦力残り 50%。 目標を守れ。弾薬だ、使え。総数兵がいるぞ。その弾薬を使ってくれ。そこに敵の強襲兵だ。
注意しろ、敵兵だぞ。喪失。気をつけろ。
シーゾー勝利だ。これぞ帝国を帝国たらしめる不屈の精神だ。だが連中は再び来る。手元の銃をしっかり構え、英国魂を胸に迎え撃て。敵が飛行船の増援を確保。陣地を喪失。目標を
守り通すんだ。敵の戦車だぞ。敵戦力残り 50%。 警戒攻撃。この先に敵兵を確認した。敵の攻撃だ。あの目標を確保しろ。看護兵を見つけた。常駐兵を発見。敵の常駐兵がいるぞ。常駐兵だ、注意しろ。常駐兵がいるぞ、注意しろ。敵の常駐兵だ。強襲兵だぞ。そこだ、奴らの兵士だ。守れ。目標バターを喪失。敵兵を発見。奴らのだぞ。そこに戦車だ。この目標だ、確保しろ。目標バターを確保。あの目標は抑えた。それと何か指示は。
喪失中。国境を守れ。残り20名。敵の艦が上だ。そこだぞ。兵士を発見した。見事な防衛だ。ドイツ兵どもに英国兵魂を見せてやったぞ。連中は虫の息だが、最後の一戦を仕掛ける気でいる。くぼみを見つけて一瞬だけ休め。次の攻勢に備えるのだ。敵が飛行船の増援を確保。飛行船だ。そこだぞ。飛行機だぞ。飛行機だぞ。よし、目標を守るぞ。目標バターを喪失。目標アップルを喪失中。目標を守れ。目標を守れ。兵を見つけたぞ。敵の兵士を見つけたぞ。目標を奪われるな。守るんだ。敵の強襲兵がいるぞ。
目標バターを喪失中。おい、何すらが来たぞ。目標守れ。敵の偵察兵を見つけた。そこだ、偵察兵だ。目標アップルを確保。守れ。目標バターを喪失。飛行機だ、見えるか。奴らの飛行機だ。敵の飛行機だ。目標アップルを喪失中。敵の飛行機だ。上にいる。飛行機だ。上にいるぞ。目標バターを確保。目標を守り通すんだ。目標アップルを喪失。飛行機だ、上にいるぞ。飛行機が見えたぞ。敵兵を発見。上だぞ、飛行機だ。よし、目標を守るぞ。飛行機だ、上にいるぞ。そこだ、奴らの兵士だ。飛行機だぞ。この目標を守るんだ。この目標だ。手に入れろ。敵の騎兵がそこに見えてる。
の戦車を見つけ戦車だ、ここだぞ、敵の車両だ、発砲を突破した、ダイナマイトを。戦場に立つ全ての英国兵に次ぐ諸君の勇敢なる戦いはまさに我々の高貴なる精神を宿すにふさわしいものであった。カイザーシュラハトより2週間でドイツ軍は25万人の犠牲者を出しました。これには精鋭の突撃歩兵も多く含まれ、彼らがその勝利目標を達成することはありませんでした。連合国側も多大な犠牲者を出し、最後の一押しが行われるにはアメリカ軍の到着を待たねばならなかったのです。明日は俺たちの出番だ。ようやくドイツ兵と戦える。連中の機関銃を見たか、砲台に飛行機は。最悪だ。この作戦を生き残れるのはせいぜい25人いて1人だろう。連中は軟弱だ。俺たちならすぐに守りを突破できるさ。このヒンデンブルグ戦を突破すれば戦争は終わる。フランスはもう弱い。
標を手に入れるぞ。付近に警戒兵キットが存在。
標を抑えろ。感謝だ。さあ降りてくれ。目標アップ量確保。よし、目標を抑えたぞ。よくやった。目標アップ量喪失中。そこに敵の強襲兵だ。追ってくれ。さあ早く。目標アップ量喪失。敵はこちらに強襲を抑えた。移動するぞ。グレネードが行くぞ。今はやるじゃないか。手に入れるんだ。グレネードを使う。注意しろ。行くぞ。目標バター
喪失中。陣地を確保した。敵の戦車を見つけた。自軍戦力残り 50%。感謝する。警察兵がいるぞ。自軍戦力残り 50%。 気をつけろ、貫通だ。
敵がいるぞ。まもなく最終目標に到達。敵の車両って、ここから離れるぞ。喪失中。英雄だ。勇敢に突撃し、この野蛮なる敵を打ち負かした。だが、これは始まりだ。今こそアルゴンヌの森へ進み、この戦争に決着をつけなければならない。彼らを後方のより強固な防衛線へと誘い込むことは、ドイツ軍の重心防御戦術の一部でもありました。勝利に沸くアメリカ兵たちは、そこで何が待ち受けるかも知らずに、アルゴンヌの森へと歩を進めていったのです。